皆さんこんばんは、ゆみです。今日は一人暮らしの団地にお住まいの女性のお家にお片付けにやってきました。それでは自己紹介お願いします。こんばんは、チコです。長年物にあふれて片付けられないお部屋で過ごしていたんですけれども、今回勇気を持ってユミさんにお片付けと、あと長年憧れていたカントリーのお部屋に変身させていただきます。はい、それでは今日よろしくお願いします。お願いします。今まで2件私の友人のお部屋を片付けてきました。でも今日からは一般の方のお家を片付けさせていただいております。チコさんのお家はそんなに片付いていないというわけではないんですけれども、なんだかパッとしないという印象でした。お友達が呼べるようなカントリー調のお部屋を目指して今日は作っていきたいと思います。私は雑貨屋のお仕事やテーマパークのディスプレイのお仕事もしてきました。また雑誌ではクラフト作家としていろいろな作品を掲載していただいております。その特技を生かして今日はハンドメイドもやりながらお部屋を片付けていきます。もう引っ越してきて、はい、そのまま突っ込んでそのまんまな、開けてないの全然。そうです、いらないかもしれないし大切なものが実は入ってるかもしれない。引っ越しセンターのやつだもんね。この箱の中何ですか？これ多分何も入ってない。ほら、大きめの全然使わない空き箱が入ってました。これは何ですか？これはとりあえずツッコミボックスです。これ何ですか？それも空き箱。こんないいとこに空き箱置いてるんですか？これちょっと何のために買ったんですか？これは布はとかは買うんですけれども、はい、結局自分でできない、作ったりとか、うん、そういう飾ったりとかできないので買っただけでお蔵入りしてるものですね。ちょっとあったことも忘れてましたよね。はい。そんなに散らかってなさそうに見えるんですけれども、扉や引き出しを開けると中はごちゃごちゃなんです。何が入ってるかわからないそうなんです。こんなのもお宝これでも1円玉とかですね。本当すごい。押し入れのものを全部出していきます。引っ越しの時のそのままの段ボールがあります。全部出している、いらない、1軍2軍3軍にも分けていきたいと思います。一旦天袋の上にあったものは他のお部屋に移します。押し入れの中が空っぽになったので拭き掃除をしていきます。引っ越してきて7年、実は初めて押し入れの中拭いたそうです。このカラーボックスの中を出していきます。カラーボックスの中が空っぽになったので押し入れに入れていきます。これでカラーボックスと押し入れのものは出しました。片付けていたら袋の中から10年前に買ったカバーとか布が出てきました。当時もう1枚買ったクッションカバー、こんなに色が違うんです。今回は新しいものと取り替えていきます。せっかくなのでコンセント周りもきれいにお掃除します。
今無料でお片付けをさせていただいております。ご希望があれば 3COINS やダイソーなどお買い物に同行しています。物選びのお手伝いをさせていただいております。冬物のクッションカバーだったので、布団カバーを利用して簡単なクッションカバーを作っていきます。ちょうどファスナーがあったので、これを利用してリバーシブルのクッションカバーにします。せっかくなので一緒にクッションカバーを作っています。引き続き棚の中を全部出していきます。すいません、たくさん引き出しからレシートとか出てくるんですけど、2013年とか出てくるんですけど、思い出です。思い出ずいぶんありますね。思い出のね。中が空っぽになったので軽く拭いていきます。それでは今全部出しして少し片付け始めたんですけど、いるいらない保留に分けていきます。頑張ります。いらない、いる、いらない、いるものといらないものは割と簡単に判断できます。迷うものの方が多いと思います。ちょっとでも迷ったらそれは保留でいいと思います。バッグを整理していたら2017年の飴が出てきました。2017年捨てるよ。棚を移動したんですが、後ろが大変なことに。押し入れの中にこんな可愛いブルーグレーのカラーボックスが眠っていました。それを横にして台にしました。お手持ちだったリメイクシートを貼って可愛くカントリー風にリメイクアレンジしました。これは黒い空き箱にリメイクシートを貼りました。とっても気に入ってらっしゃいました。私のお片付けはただ物を減らすだけではなく、一緒にハンドメイドやリメイク、ディスプレイを楽しめたらいいなと思っています。別の部屋にあまり使っていない収納ケースがあったので、その2段を2つ押し入れの中で使いました。バッグを使用頻度順に分けていただきました。それをバックインバッグにして押し入れにしまうことにしました。あまりご存じない方も多いんですが、使い捨てカイロには有効期限があります。まとめて買いすぎることに注意してくださいね。今ボールペンを借りようと思ったらインクが出ないペンがいっぱい出てきました。この際ボールペンもチェックしましょう。お部屋には大型の黒いテレビがあります。圧迫感があるので、見ていない時には以前使っていたカーテンで目隠しをしていきます。押し入れの天袋の中のビフォーです。引っ越してきた時の段ボールがそのまま入っていました。アフターです。一つは空っぽです。もう一つのボックスは書類を入れています。あんなにあった書類なんですが、たったこれだけに見直して減らしていただくことができました。押し入れ下の段です。このボックスは寝室の押し入れから持ってきました。使っていなかったものを利用しております。上の段です。こちらには一軍のバッグを入れています。下の段には布やクロスなどを入れています。押し入れの上の段です。カラーボックスにダイソーで買ってきた折りたたみができるボックスを入れています。
ここには謎のものたちや使わないものたちです。2段目です。空っぽです。3段目にはアイロンを入れました。手前のカラーボックスの後ろ側には2軍と3軍のバッグを入れています。でこちらにはヨガマットです。こちらの元からあったボックスにはマッサージの機械などを入れています。アイロン台です。もともとはテレビはこの窓の前左側にあったんですけれども、せっかくなので窓を明るく使いたいと思って今回はお部屋の右側に寄せました。テレビの横にはカゴに入れてルーターなどをしまっています。窓側は S 字のフックを使ってハンギングをしています。次に食器棚です。白い収納はすべてダイソーで買いました。こちらには書類を収納しております。こちらのボックスはコロコロのスペアです。こちらにはスペースができました。こちらにもスペースができました。こちらはマスクです。こちらは裁縫セットを入れています。こちらもすべてダイソーのボックスを使いました。上の段にはネジや工具、文房具などをしまっています。こちらにはテープや紐をしまっています。右側の1段目の引き出しは大切な書類、2段目は付箋です。3段目はお薬を入れています。左隣はお尻に入っていたカラーボックスを2つ出してきて2段横にして使っています。3コインズのカゴとトレイを使っています。右上はマッサージ用具を入れています。真ん中は今ブルーのケース空箱が入っています。その隣はリモコンを入れています。下の段はカフェカーテンで目隠しをしています。コスメやスキンケアの商品が入っています。猫ちゃんのおもちゃとコロコロを入れています。布団カバーで簡単にリメイクしたクッションカバーです。これは以前ソファーの上にかけていたキルトカバーですけども、今回は床に敷きました。ところどころにフェイクグリーンを散りばめています。築40年のお部屋ですが、このカントリー調に変身したお部屋でお友達と一緒にゆっくりとお茶を飲んでいただきたいなと思っています。お片付けをご一緒させていただいて何か気づきとかありましたか？カラーボックスなんですけれども、はい、まあ、押し入れに入ってたものを、はい、外に出して家族活用できます、はい、していただいて、通常まあこう横にするっていうのがあまりこう感覚的になくて、はい、この中に入っていたものは全部出してしまうと収集がつかなくなる気がして、もう何年もそのままになっていて、実際使っていたのは手前側だけだったんですけれども、今回ユミさんに全部出しましょうと言われて、結果的には全部出してよかったと思ってます。初めて一般の方のお片付けをさせていただきまして、とても緊張しましたが、とっても楽しかったです。これからもどんどんお片付けをやっていきたいと思います。関東の方に限らせていただいてるんですが、お片付けを無料でやっております。ツイッターまたインスタグラムにお問い合わせください。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この YouTube チャンネルではお片付けなどをご紹介しております。よろしければチャンネル登録お願いします。コメントは励みになるのでお待ちしてます。今日はチコさんと一緒にお片付けをしてきました。チコさん、今日はありがとうございます。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミとチコでした。ありがとうございます。